にちは。こんにちは。今日作るのは自分で作れる手作りグミです。用意するものはクックゼラチンと野菜ジュースとお好みのジュースね。レモン汁とスリアリに売ってある型グミです。ごめん間違えた。グミは作るよ。レッツクッキー。マグカップを用意して、スプーン大さじ3杯のお好みジュースを入れます。いい、はい、3杯。いい、はい、3杯。3杯。あ、次はゼラチン 5g 入れます。3、4、5、6、6個も入ってました。すごいです。そして混ぜます。スプーンいっぱいの砂糖を入れて混ぜます。びっくり、さっきの野菜ジュースとろとろなのにベタベタになってます。ほらほらほら。レモン汁を入れまーす。うん、いい匂いや。あ、さ、入れないよ。3、2、1。じゃーん。レンジでチンしたら混ぜます。よくリンゴに入れた。かなちゃんハートに入れた。わお、あきちゃんお花がね、上手になったよ。冷やします。で取り出してみましょう。わ、綺麗にできてます。あ、すごい。ポチ、すごいなこれ。すんごい綺麗。大成功だ。大成功だね。すんごく綺麗にできました。グミできました。グミできました。思ったよりも綺麗に出てきました。ほら、こんな感じでプルプルってプリンみたい。いただきます。いただきます。おいしい、おいしい。おいしいです。 お店で売ってあるグミよりもこれはおいしい。今から貴重なら振るよ。静かにもなる。振った。ゼリーに近いグミでした。みんなもゼリーを揃えて作って食べてみてね。バイバーイ。